よし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 、体重測るぞ。よし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 、体重増えてる。はい、こんにちは、ナースケです。ということで、今回は僕は筋トレを始めて3年くらい経ったのかな、もう4年目くらいに入るんですけど、やっぱりね、最初から最大効率で筋肉を変えられてたわけじゃないんですよね。いろんなことを吸収しながら、こうやった方がいい、やった方がいい、おい、あれ無駄やったやん、あれれれ、あれは何だったん。まあ僕自身ですね、ジムでアルバイトを始めてやっとちょっとずつちょっとずつ知識を蓄えてこれたんですけど、まあ僕自身もまだ完璧じゃないです。いろんなことを常に吸収して、どん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 ステップアップをしていきたいなと思ってるんですけど、僕が筋トレを始めた当初に絶対に知っておけばよかったこと、これを今日はお伝えしたいなと思います。なんせやっぱり筋トレを始めたいって言っても、何からやればいいかわかんない。僕なんかこうやってこんな感じでね、意味わかんない腹筋を常にやってきた男でございます。あ、違う違う違う、男。猛スピードで筋肉を変える、体を変えることができる知っておくべきことをお話ししていきます。ということで早速行きましょう。体を変えるには食事が8割。ここは僕の冷蔵庫なんですけど、中にはね、筋肉に必要なものしかほぼ入ってないんですよ。え、ちょっと待って待って、胸肉詰めすぎて、え取れない、ちょっと待って、嘘。まあちょっと諦めたんですけど、この中にはね、10キロぐらい胸肉が入ってます。やっぱりね、食事を変えてから体が変わった。いくらジムに通ってトレーニングしても、僕なかなか体が変わらなかったんですけど、食事を変えてから、特にタンパク質をですね意識してから、めちゃくちゃ体が変わりました。たまーにプロテインとか飲んでたんですけど、これをもう毎日、もうほぼ毎日プロテイン飲んだりとか、この胸肉を食べたりとか、卵を食べることによってしっかり体が変わりました。僕がいつもフル食とかの動画を出しているけれども、食事だったりサプリメントっていうのはめちゃくちゃ大切だなと。食事が8割体を変える、これは絶対に覚えていただきたいと思います。プロテインが最強。まあそんなこんなでですね、キッチンにはプロテインがたくさんあるわけなんですけれども、プロテインっていうのはめちゃくちゃ最強です。食事が8割体を変える、その中でやっぱり楽したい。僕なんかもうね、めちゃくちゃもともとめんどくさがり屋だから、胸肉パサパサだし、卵も毎日食べるのなんかちょっときついとかって思ってた時期があって、このプロテインを飲むだけでやっぱりね、体が変わりました。胸肉を食べる理由はタンパク質を取るため。まあこれ取っちゃえばいいじゃん、これデザートみたいな感じだしみたいな。味とかいっぱいいろいろあるから、本当にね、美味しい味っていうのが存在するんですよ。だからプロテインを飲んでない人は本当にすぐに飲んでほしい。これガチです。筋トレで筋肉が減る。筋トレっていうのはですね、厄介なもんで、時には筋肉を減らしてしまうんです。これさえやっとけば筋肉は減らない。それはしっかりエネルギーを取る、特に炭水化物をですね、トレーニング前に取らないと筋肉は減ってしまうんです。僕これ知らなかったから、結構ね、筋肉逃げたと思うんだよね。結構お腹減ってる時とかに、よし脂肪燃焼だっつって筋トレやってたんですけど、炭水化物を取らないとやっぱり筋肉っていうのは縮みます。だから僕は EAA だったりとか、あとは、まあ、筋トレをさらに効率よくする亜鉛とかが入ってるビタパワーだったりとか、トレーニングをさらに効率よくする、筋肉を減らさないとか、そういうためにサプリメントを取ってます。ボディメイクはマラソンみたいなもんなんで、やっぱり積み重ねっていうのはすごい大切です。サプリメントとか早いうちに取っとくと、意外とみんなと差がついたりします。体重は朝一に測ること。よし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 、体重測るぞ。よし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 、体重増えてるっていう感じでですね、体重っていうのは朝一以外は水分の影響をすごい受けやすいです。朝はね、水分が抜けてるから、毎朝体重を測るとすごいね、正確な数値が出やすい。それでもやっぱ上下はするけど、毎日測ることによってなんとなく落ちてきてるなーみたいのが分かるんで、毎朝測るっていうのを早く知っておけばよかった。 PFC という言葉、僕は結構使うから動画見てる方は結構知ってるかもしれないけど、食材の裏にね、こうやってね、タンパク質、脂質、炭水化物ってこうやって書いてあるんですよ。これね、英語に訳すと P
PFC。 この PFC のバランスを僕のフル食の動画とかはこうやって撮ってますって言ってるんですけど、この PFC を意識するだけでめちゃくちゃ体が変わる。筋肉もつくし脂肪も落ちるという。僕の食事はローファットダイエット、まあ、脂質をコントロールするダイエット法なので F っていうところですね。 PFC を意識する、特に F を意識すると体はめちゃくちゃ変わります。ご飯を食べるときにどのぐらいの脂質なのか、食材を買うときに F ってどんぐらいあるのっていうのをですね意識してみてください。腹筋を鍛えても割れない、これは正直語弊があります。腹筋鍛えたら腹筋は大きくなる、だけど腹筋を鍛えたから腹筋が割れるわけではない。人間もともと腹筋って割れてるらしいんですよね。僕は脂肪が少ないからこうやって割れて見えるけど、みんな割れてんの。腹筋やってもね意味がないの、割れてるから。じゃあどうするか、脂肪を落とす。僕が脂肪を落とす前の写真がこちらです。はいはいはい、うん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 、おっ、何この体、懐かしいじゃん。腹筋っていうのはですね、もともと見えないんですけど、まあ、だから PFC を意識して脂肪を落として腹筋を割ろうってことです。腹筋やってね大きくなるんですけど、それだから割れるっていうわけじゃないです。ネガティブ動作、おい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 、トレーニングやったぜ。これは過去の僕です。もうトレーニング初めてやります、何意識すればいいですかと言ったら、僕はネガティブ動作と言います。ネガティブ動作っていうのは筋肉が伸ばしたりとか重りが落ちる時の動作をネガティブ動作って言います。これをゆっくりやると筋肉っていうのはすごい刺激が入る、刺激が入ると筋肉が壊れて回復する時に筋肉がつくと。だから壊さないといけないんですね一回で。壊れやすいのがネガティブ動作をゆっくりやる。胸の時もゆっくり壊す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 、こんな感じでネガティブ動作を意識してください。部位別トレーニング、大きいジムに行ったら悩むわけですよ。うわー、何のマシンやろうかな、次何のマシンやろうかな、トレーニング何すればいいの、悩みますね。部位に分けるとかなり育ちが早くなります。例えば胸の日とか背中の日とかセット法とかって言われるんですけど、すごいね刺激が入りやすいって今言われてますね。いろんな部位を回すのもサーキット法っていうトレーニングなんですけど、ボディメイクに効果があるのはセット法って言われてます。トレーニングについても大会前にどういうトレーニングやってるのかとか上げてるので、ぜひ見てみてください。苦手な種目は逃げていい、僕はめちゃくちゃ思うわけですよ。苦手だったらやらないでいいって。まあ僕が苦手な種目が多いだけなんですけど、僕ベンチプレスとかスクワットとかデッドリフトとかすごい苦手なんですよね。でもマッチョになりたいっていうすごい欲張り、めちゃくちゃ欲張りだからベンチプレスとかトレーニング一切やらないで今の体までできました。要するにベンチプレスとかやらなくてもこのぐらいの体にはなれるよっていうことです。まあボディービルダーとかね、もっと大きくしたいっていう方はまた話は違ってくると思うんですけど、苦手な種目は逃げて体は大きくなります。これはもう僕が実証した。ベンチやんないと意味ないよ、スクワットやんないと意味ないよ、早くやりなって言われて苦手だなって言って憂鬱でトレーニング行くなら、自分の好きなトレーニングを楽しんでやった方が絶対に体は変わる。僕がそうなったから本当に信じてほしい。無理に大変なトレーニングをやる必要はないです。自分に合ったトレーニングでゆっくりやっていけばそれで OK。 人によって理想の体は違う。これが最後ですね。まあ、僕の理想の体っていうのはやっぱりかっこいい体っていうのがあって、めちゃくちゃボディービルみたいな体になりたいっていうわけでもなくて、やっぱり海でちょっと脱げるような体になりたいっていうのが、まあ、僕の理想の体なわけです。これは人によって理想の体は違います。だから足が細いよとか、もっと胸やった方がいいんじゃない、背中弱いんじゃないとか、人の言葉を気にする必要はない。もう自分の理想の体があるんだから、その理想の体に向かっていけば OK です。まあ、僕もナースケフィットネスっていう名前で YouTube をやっているけれども、ナースケの体でフィットネスって名乗んなってたまに言われるんですけど、僕はぶっちゃけ全然そんなの言われても傷つかなくて、なぜならやっぱり理想の体っていうのがあるから、まあ、それに向かっていくのが僕はフィットネスなのかな。フィットネスっていっぱい広い意味で、体を動かすのもフィットネスですし、まあ、自分に合ったフィットネスがあると思うんですね。その中で体を変えるだったら自分の理想の体を目指せばいいと、そう思います。それに向かって自分を信じて自分のペースでやっていけば絶対に継続できるし、すごい楽しくなると思います。僕も今ジムを作るためにいろんな準備をしていますが、ジムによっては嫌いなトレーニングだったりとか価値観を押し付けてくるジムも実は存在したりします。僕はそれが嫌っていうのが痛いほどわかるからこそ、その人に合ったプログラムだったりとか、その人に合ったジムの環境、継続しやすいトレーニング方法っていうのを今年中に作りますので、ぜひ皆さんも理想の体に向けて頑張ってみてください。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。